もマグニーです。本日からですね、この冒頭でいつもニュースをお送りしてたんですけど、これをね、ちょっとね、長くなりすぎてね、ここで20秒ニュース、iPhone20 秒ニュースみたいな感じで、それでもね、伝わると思うんですよ。本日はこんな感じ。秒数を指定していただくか、チャプターリンクからご覧ください。本日のね、メインコンテンツは iPhone の有料アプリです。有料アプリをこのようにご紹介するということはなかなかないんですが、これはね、ぜひ紹介しておきたかったので、しかも、ただ画面をキャプチャーするだけで面白くないというね、すごいアプリです。タイトルでご覧いただくと分かりますように、呼びかけると iPhone が答えてくれるんですね。それでは早速見ていきましょう。マルコポーロというアプリなんですけれども、これ単純にですね、マルコと呼ぶと、返事してくれるパウラーと返事してくれるわけなんですけれども、何と呼ぶかは自分で決められるんですが、 iPhone からの返事はポーロ一択でございます。しかしそのポーロにはたくさんの種類の声があって30種類もあります。30種類もある意味はよくわからないんですけれども、このアプリを見つけた、リニューアル式というブログ、僕の大好きなブログなんですけれども、あちらには、自分の iPhone に合った声を選択しようと書いてありました。確かにその通りかもしれません。自分の中で皆さん自分の iPhone に対する愛着を持っていらっしゃると思いますし、自分の中で描く自分の iPhone のキャラクターなどもあると思うんでね、なので声の種類はね、皆さんが好き好きで選べばいいと思います。これ立ち上げた画面なんですが、ご覧ください。ここのボタンをオンにします。そうすると常に、もうオンマイクから音を拾う状態なんですよ。面白いのがこれロック画面でも返事するんです。マルコすごいでしょ。これ今までこういうアプリなかったですよね。それではね、今このように、テーブルの上に置いた iPhone を、一体どこまで反応するのかというのをね、今から計測したいと思います。今ね、あちらにある iPhone、あいつが、どこで反応するのかを今からね、検証しましょう。まずね、近くからですね。マルコ、ここだと反応ありました。この距離感です。この距離感。それではもうちょっと離れてみましょう。マルコ、マルコ、マルコ、反応がありません。マルコ、マルコ、マルコ、反応がありません。マルコ、おお、今このこの部屋のまたこっちのギリギリでやってみましょう。マルコ、マルコ、マルコ、ヘイ、マルコ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 、呼び方の問題ないような気持ちもありましたね。ジミマルコみたいな。マルコ、マルコ、アホやと思われますよこれ。一応近隣の方いらっしゃいますからね。マルコ、いつもの奥の部屋からちょっと出たと。マルコ、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 ロック画面にしてない状態でやりましょう。マルコ、マルコ、マルコ、僕の iPhone のマイクが悪い可能性もあります。マルコ、本日ご紹介しましたのはマルコ、マルコ、本日ご紹介しましたのは iPhone の有料アプリマルコ、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 パウロでした。ありがとうございました。割引キャンペーンチェッカーでございます。その名の通りなんですが、何の割引かというと iTunes カードです。現在の割引キャンペーンを見に行くと、今はやってません。しかしこのアプリの情報の更新は自動ではなく、開発者の方が更新されているので 100% 確実ではないということだけご了承いただきながら使っていただければと思います。通知もしてくれますね。例えばコンビニであれば、これぐらい、たくさんのコンビニがあって、それぞれが、iTunes カードのキャンペーンを始めると通知が行われるという仕組みだと思います。その通知を出すのもこの開発者の方だと僕は思っているので、この開発者の方相当大変だろうと思います。割引計算機がついております。なん
かこういうレイアウト見るとね、アプリ開発道場での思い出を思い出しますよ。割引キャンペーンの基本情報っていうのを見ると iTunes 購読型から、まあ、そのキャンペーンのね、いろいろ詳細をね教えてくれるというような形です。はい、本日ご紹介しましたのはこちらの無料アプリです。こういうのもね地味にお役に立つと思うので、ぜひ皆さんもダウンロードしてみてください。開発者イベント WWDC2014 はサンフランシスコで6月2日から開幕。日本時間3日午前2時、概要欄にアップルの公式ストリーミングサイトと同時通訳のサイトを貼っておきますので、もし気になる方は両方立ち上げてみるとすぐ分かって楽しいかもしれません。ぜひご覧ください。今ご覧いただいている写真は僕の友達が現地で撮ったものです。はい、というわけで本日は以上でございます。ご紹介しました、コンテンツはね、それぞれね全部下の概要欄に貼っておりますので、ぜひね皆さんご覧いただければと思います。本日は以上、チャンネル登録と明日の動画貼っておきます。よろしくお願いいたします。このマグニーの最後の PR もね、多分みんなぶっ飛ばしてるんでしょうね。これこれ聞いてくださってる方中には何名いらっしゃるでしょうか。はい、そういうのも実は Google じゃなくて YouTube のアナリティクスで分かってしまうんですよ。何秒で停止したとかも分かってしまうんですよ。その代わり、誰がとかいう個人もね特定できませんけどね。アクセス解析の意味でね、何秒で離脱したかとかもう確認できるようになってます。なので最後まで見てくださってない方がどれぐらいいるか承知の上です。でもあえてマグニーのエンディングは、PR タイムとして持っていきたいと思います。ずっと表示されてますように、私にはブログとビログというコンテンツが別にあったりなかったりするんです。ぜひ、見ていただければなと思います。全然 PR できませんでした。ではまた次の動画でお会いしましょう。